名産物は鷹の爪八つ房の木。これ一つの幹から不思議にも八つの房が出るという八つ房。十二支町海中物を殺すという殺菌力の強いところです。紀州有田は新物のみかん、みかんの皮を粉末にしたもの。このみかん、クミチン系アスピリンと並びまして薬剤の尊い原料とされてまいりました。我々の先祖代々漢方薬として使用されております。磯の風味を味わいましょう。松葉のように散る松葉型、細かくちぎり散らしたところ松葉のように見えることから松葉のりと名付けられました。ミネラルたっぷり、老化防止、風味のいい青のりです。風味といえば香り、香りといえば風味。やはり七味に欠かせないのは山椒の香り。色は黒いが味見やシャンセ、誰が植えたか岩山椒。山椒3年目の薬として歌に歌われてまいりました。東海道からは朝倉山の本山椒の粉山椒、金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごま、数ある4つの中から。こちらは武州川越の名産物、白ごまのすりごま。血液循環に入っては消化を助けるという非常に脂肪分の強いところです。また見た目は硬そうに見えますが噛んで香ばしい。野州は栃木県日光の名産物、朝飲みです。心臓の臓器息切れ、また人間の体液やな周期を消し止めるという朝飲みが入りまして、こちら生の唐辛子をごまの油で焼いたものです。信州は長野県です。善光寺八幡屋さんで有名であります焼いた焼き唐辛子から七味七色七通りを燃えており七色となっております。こうして各地各種の名産物取り揃えましてお客様の目の前での完全調合でございます。時は嘉永徳川三代将軍家光公のご時世に誕生しましたこの七味唐辛子。時代は下り明治大正昭和平成この現在に至るまであらゆる食卓の友であります。需要薬用栄養となっております。こちらも混ぜて出来上がりましたところ一般ご家庭用辛さが中辛、こちらも昨年同様しますが1000円になります。まずはシングルのおまけからダブルのサービス、ダブルとトリプル、これ私の気持ちです。さらにお兄さんの気持ちも入れときましょう。薬剤の尊いみかんの皮に磯の香り、ごまの風味、こちらもね風味のいい中辛になります。さあ甘口でも辛口でもお好み次第で調合しております。味、香り、辛み、風味、需要です。薬用であります。栄養製造直売中です。3ついきます。こちらも一般ご家庭用辛さが中辛、こちらもまずはシングルのおまけ、ダブルのサービス、ダブルとトリプル、これ私の気持ちとねお兄さんの気持ちも入れときます。さらに薬剤の尊いみかんの皮に磯の香り、風味のいいねごまの風味ですね。さあ朝晩のお味噌汁から、鍋物、煮物、煮魚、焼き魚、おうどん、おそば、何にかけていただいても美味しく召し上がれます。また1ヶ月2ヶ月十二分に味わいのできるお安い品物、スーパーデパート乾物屋さんで売ってるような唐辛子とは下味も二味も違います。こちらまずはシングルからダブルのサービス、ダブルとトリプル、これ私の気持ちです。さらにお兄さんの気持ちも入れときます。薬剤の尊いみかんの皮に磯の香り、ごまの風味、さあ甘口でも辛口でもお好み次第で調合しております。さあ風味一番、香り一番、需要薬用栄養、製造直売中です。さあサンドサンドの食卓を賑わすところであります。さあ甘口でも辛口でもお好み次第で調合しております。味、香り、辛み、風味、重要です。薬用であります。栄養、製造、直売中です。はい、大変お待たせいたしました。ありがとうございます。多かったら冷凍保存してください。1年ぐらいなんでもないですからね。ありがとうございます。